皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、ハラフラを変えるなのアスカカマイフです。今回は視聴者さんからいただいたご質問に2回にわたってお答えします。先日視聴者さんから、しっかりと重心をかけるというのは膝をしっかり曲げることですか、といったような質問をいただきました。で、2回にわたって説明していこうと思うのですが、1回目の今日は足の裏の使い方について説明します。フラは重心移動の踊りなので、重心をしっかり乗せると優雅に踊ることができます。で、この重心をしっかり乗せて優雅に踊るためには足の裏の使い方が大切になります。で、またこの手のひらを足の裏に例えますね。で、重心をしっかりかけたい時には足の裏をのこの面を均一に体重を乗せるのではなくて、内側の部分、ここにしっかり体重をかけます。で、そして外側にはあまり体重を乗せずに、足の裏の中でも内側はしっかり乗せて、外側はあまり乗せないといったような使い方ができるようになると、重心をしっかり乗せることができます。では足の裏の内側でしっかり踏ん張ってカホロを踏みますね。いきますよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。では今から悪い例をします。悪い例というのは足の裏を均一にベタッと踏んでいる状態です。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。このように足の裏の内側でしっかりと重心を乗せて、で、ヒップの重心を外側というふうに、内と外でしっかり使い分けることができると、重心をきれいにかけることができます。この時の膝の曲げ具合ですが、基本的にはご自分の負担にならない程度の膝の曲げ方というのが最適です。でも今説明したように、足の裏の内側でしっかりと踏みしめながらヒップの重心を外に持っていくと、膝をたくさん曲げなくてもきれいな重心移動をすることができます。ぜひ練習してくださいね。今日は視聴者の方からいただいたご質問にお答えしました。ポイントは足の裏の内側でしっかり踏ん張ってヒップの重心を外側に乗せると、重心がしっかり乗せられるです。ありがとうございました。この動画を見て参考になったと思われた方は、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。またリクエストがあればコメント欄にご記入ください。では次の動画でお会いしましょう。